Timeo e differentes. 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 According to this website, as shown here, the author writes as follows. The Torino crop picture of June the 23rd, 2015 was based on a shield which was used by the soldiers at Troy when they first inspected that Greek gift in ancient times. Today, it represents a modern shield which is meant to protect us from some similar gift in the near future by deceptive extraterrestrials. Following my work on yesterday, 2007 with Red Kali, I now have the full solution to Torino 2015, which includes decoded star inner circle message, outer circle message, and map reference. I also understand the importance of its meaning. This circle is not for sticking in a calendar. It is deadly serious and requires action. I strongly suspect that we concur on the message, its importance, and, as appropriate, its wider communication. Then, in that crop circle, it was written Timeo et Ferentes in binary code. Regarding the interpretation of these words, the author of this website interpreted it as beware Greeks bearing gifts, that is, beware of the Greeks who carry the gifts. But is it really okay to interpret that? Today, I, Hiroshi Hayashi, will try to solve this mystery. 今ここに紹介しているウェブサイトの著者は次のように書いています。2015年6月23日にイタリアのトリノ空港の近くに現れたクロップサークルはトロイの兵士によって使われた盾の形をもとにして書かれたものであると。盾というのは私たちを守る道具である。そのことから ET は盾となり私たち人間を守っているということになると。つまりそれがギフト、贈り物の意味であると。で、そのクロップサークルには二進数のコードでティメオ、ET、フェレンテスと書き込んでありました。その文字の解釈についてこのウェブサイトの著者は Beware Greeks bearing gifts、 つまり贈り物を携えたギリシャ人に注意せよと解釈しています。繰り返します。贈り物を携えた
ギリシャ人に注意せよと解釈していますが、本当にそう解釈してよいのでしょうか。今日はこの謎解きに挑戦してみます。ヒロシ林、浜松シティ、ジャパン。2015年の6月23日、今からちょうど5年と3ヶ月ほど前のことです。イタリア・トリノ空港の近くでこんなクロップサークルが見つかりました。大変完成度の高いクロップサークルですが、その周囲には2進数で暗号が仕込まれていました。で、その暗号は2進数のバイナリーコードで、解読できたわけですけども、文字が浮かび上がってきました。それが今皆さんにご覧いただいている文字なんですけども、時計回りに Timeo et Ferentes と書いてありました。で、先ほど紹介しましたウェブサイトの著者の方はですね、この言葉の意味について、贈り物を携えた ET に気をつけろと、 Beware of ET Bearing Gifts と翻訳なさいました。で、その箇所を拡大してみます。Timeo et Ferentes、 つまり Timeo Danaos et Dona Ferentes と解釈なさったわけですね。そのことから Beware et Bearing Gifts、 つまり Beware Greek Bearing Gifts と翻訳なさったわけです。で、そのクロップサークルの形から、これはトロイで使われた兵士の盾であるというふうに考えられてですね、それが贈り物であると。盾というのは人間を守るための道具であるというところからですね、贈り物を携えたギリシャ人に気をつけろ、贈り物を携えた ET に気をつけろということになります。つまりイタリアで現れたクロップサークルだから、イタリア語で書かれているという前提なんですけども、私はこの文章はですね、ラテン語で書かれていると判断しました。ラテン語で解釈するとですね、ティミオは時、あるいはフィア、恐れという意味です。 ET はですね、たまたまエンドに当たる言葉なんですね。そしてフェレンテスはアンエーブルというふうに、一応単語の訳としては浮かび上がってきます。ここで注意していただきたいことは、 ET というのはですね、クロップサークルの方では大文字になっています。大文字なんですね。ところがラテン語の方では ET というのは et cetera などでも今でも残ってますけども、 and の意味なんですよね。 and、 英語の and です。これは ET と解釈するのが正しいと思います。つまり外惑星人ということになるわけですね。で、その解釈の仕方なんですけども、実は大変迷いました。というのもですね、言葉が浮かび上がってこなかったからです。下にですね、Google 翻訳で翻訳しました先ほどの文章を皆さんにご覧いただいています。Timeo et Ferentes にするとですね、時 et 持ってくる。メアリーと入れてみるとですね、マリアと入れてみると、私はマリアが持ってくるのを恐れる。ET、カッコつけて翻訳しますと、時となるんですね。で、さらにここにヒロシと入れてみるとですね、私、ヒロシ持ってくるのを恐れるとなるわけです。意味が定まらないんですよね。で、また、エイリアンと入れてみますと、私はエイリアンが持ってくるのを恐れるという意味になります。そして今度はこの括弧の中に ET、もう一度入れ直してみるとですね、時 ET 持ってくるとなるわけですね。あちこちに意味が飛ぶわけですけども、ジョンを入れてみると、私、つまりジョンは持ってくるとなるわけです。このようにいろんな単語をその ET のところに置き換えてみたんですけども、置き換えるたびに意味が全く違った意味として浮かび上がってくるということです。で、外惑星人という言葉を入れるとですね、私は外惑星人がもたらすことを恐れる。あるいは、いろんなふうに訳せるわけですけどもね。で、意味をクエスチョンマークを入れますと、私はクエスチョンマークのものが持ってくるのを恐れるとなるわけです。
まあ、どう解釈したらよいかということになりますけれども、時 ET 持ってくる、これはおかしいですから除外します。まあ、テミオはですね、要するに恐れというふうに解釈するのが正しいのではないかと思います。で、最終的にですね、私はティミオ ET フェレンテスをですね、 Bearer of ET Bearing Gifts、 つまり贈り物を携えた ET に気をつけろ、贈り物を携えた ET に気をつけろと解釈しました。つまりここだけではわからないかもしれませんけれども、今までに私がですね、発見してきた事実をですね、この文章の上に重ね合わせてみます。で、もう一度この文章を読み直してみます。ティミオ・エッフェレンテスとあります。で、これをですね、 Google の翻訳機械にかけますと、ラテン語で私は ET を恐れる、私はそれをもたらすであろう、このアフレイドではなくてスケアードとも書いてあります。恐れるですね。そこで文を今青い線で区切ったところで切ってみます。この青い線で区切ったところでこの文章を読んでみるとですね、 Be scared と、恐れなさいと、そして ET が今度は主語になりまして、ET がそれをもたらすであろうと訳せるといいますか、そういう意味になるということですね。もう一度言います。恐れなさい、 ET がそれをもたらすであろうとです。そこであくまでもこれは偶然の一致ということになりますが、このクロップサークルに現れた形はですね、現在世界を騒がせているコロナ19の顕微鏡写真と大変よく似ているということですね。そしてスパイクの数もほぼ一致しているということになります。これも偶然の一致ということになるわけですけども、何かしら不穏なものも感じてしまいます。左が COVID-19 の電子顕微鏡写真です。右がトリノに現れたクロップサークルです。これをどう判断したらよいかということになります。話をつなげます。2001年 UK のチボルトン電波望遠鏡の近くに奇妙なクロップサークルが現れます。まあ、それはそれなんですけども、その翌年2002年の同じ日にですね、近くの農場で別のクロップサークルが現れます。今ご覧いただいているのはその言うなればドキュメンタリー報告ということになります。で、この人がおっしゃるにはですね、その2002年に現れたクロップサークルには同じ二進数、つまりバイナリーコードで書かれた暗号が書き込まれていたというのです。しかもですね、その横にはですね、 ET の姿がある特殊な方法で書かれていたというんですよね。とても人間技では思えないというわけです。それを今皆さんにご覧いただいていますが、今日のテーマではありませんので早送りにしてあります。そのクロップサークルには同じ二進数のバイナリーコードで暗号が書かれていたというのです。それをこの後紹介しますが、その暗号と今回のですね、今紹介している、鳥の空港近くで見つかったクロップサークルの暗号の間にはですね、大変密接な関係があるのではないかと私は考えています。Computer side, is obviously some sort of binary code. So then I, you know, did the straightforward thing. I just converted it into ASCII, which is the standard sort of computer language that you encode the alphabet in. And of course, I then started to get words forming out, and I thought, oh, you know, I'm getting somewhere here. So I then did the whole thing for the whole lot, and got this message.
The message is in English and reads as follows. Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, but still time. There is good out there. We oppose deception. Conduit closing. Many have been surprised by this message. Are there aliens with such faces that we should be aware of? Or is this a picture of the sender? Does this indicate the start of actual close contact with neighbors in the universe? My own, and this is only a hypothesis, belief about this, is that there's an effort of the extraterrestrials are gradually trying to communicate with us, a very slow process, giving us a lot of time to digest the fact that we may not be alone.2002年に UK で現れたクロップサークルには次のようにありました。 Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain but save time. There is good out there. We oppose deception. Conduit closing. 偽りの贈り物と破られた約束を持つ者たちを気をつけろ。多くの痛みはあるだろうが、まだ時間はある。そこに善はある。欺きに抗議する。つながりは閉じられつつある。と。で、さらに検証してみます。2015年の6月23日にイタリアのトリノ空港の近くでですね、このようなクロップサークルが見つかりました。でそのクロップサークルにもですね、二進数つまりバイナリーコードで暗号が書かれていました。でその暗号を、まあ、解読したところですね、ティメオ・ E.T. フェルナンデスと書いてあったというわけです。でこの文字の意味なんですけども、いろいろに解釈できそうな雰囲気になってきました。繰り返しますが、ティミオ・イティ・フェルナンテスです。でこの文字をですね、ラテン語で私が読んでみましたら全く別の意味になったというわけです。でこのウェブサイト、最初にね紹介しましたウェブサイトの方はですね、このように解釈なさっておられます。 Beware Greek Greeks bearing gift、 ギリシャの贈り物を持っている人たちを気をつけろと。まあギリシャの贈り物ということはですね、要するにこの形がですね、トロイの、まあ、要するに盾に似ていると。そんなところからこれが盾イコール人間を守るための盾ということからですね、ギフトであるというふうに解釈なさったわけです。ところがですね、ラテン語で読んでみるとティミオというのは私は恐れるというふうに出てきます。 ET はアンドという意味じゃなくてですね、 ET すなわち外惑星人となるわけです。でフェルナンテスはアンエブ、まあ、できないという意味、あるいは別の意味になるのかもしれません。ともかくもそのような解釈になるわけですけども、まあ、つなげてみるとですね、このウェブサイトを発表なさっている方はですね、贈り物を携えた ET に気をつけろとも訳せるというわけですけども、ラテン語でそのまま解釈するとですね、要するに ET がですね、贈り物を持ってくるけれどもそれに注意をしなさいと、ET は恐れあるいは恐怖をもたらすであろうとも解釈できるということです。その理由の一つがですね、左の UK で現れたクロップサークルとの関係ということになります。ここが今日のポイントになりますから、もう一度丁寧に解説してみます。ともに二進数のバイナリーコードの暗号で書かれていたという点もさることながらですね、その文章的な内容が一致しているという点です。 UK の方ではですね、偽の贈り物を携えた者と破られた約束に気をつけろ、多くの痛みがあるだろうが、まだ時間はある、そこに善がある、我々は欺きに抗議する、つながりは閉じられつつある。これが2002年ですね。そしてその13年後にですね、今度はイタリアのトリノでですね、 ET bringing fear、 まあこれは林博士の解釈ですけども、 ET は恐れをもたらすであろうという文章が現れたということになりますが、ここだけではまだ皆さんは満足なさらないと思います。
それを皆さんに話す前にですね、もう一度確認しておいてください。左は2002年です。そしてその13年後の2015年にイタリアのトリノで右のようなクロップサークルが現れたということになります。で、ここで重要なことなんですけども、聖書のマタイによる福音書第7章、つまりハルマゲドンに先立つ最後の審判について書かれたものですけども、その冒頭に次のような文章があります。注意深くお読みください。 Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Matthew chapter 7:15。 偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。マタイによる福音書第7章15節ということになります。この福音書の内容とですね、 UK で現れたあのクロップサークルの暗号と比較してみてください。ここに Beware という単語が最初に出てきます。次に False という言葉が出てきます。つまり冒頭のところでですね、 Beware、False という単語が並んでいるということです。これはもう偶然の一致とは言えないのではないでしょうか。特にマタイによる福音書第7章というのは、最後の審判、つまりハルマゲドンに先立つ最後の審判について書かれたところです。その最後の審判について書かれた冒頭の部分においてですね、2つの文字がこのように並ぶということは、繰り返しますが、確率論的にもありえないことです。つまり関係があると私は判断しています。関係があるのかないのか、それともあるとすればどんなふうに関係があるのか、逆に考えますと関係がないということの方が難しいのではないでしょうか。で、結論ということになりますが、クロップサークルのあの警告文らしき文章は2002年に現れています。そしてその13年後にトリノでですね、今度は右のような、暗号が人間に送られてきたということになります。で、その中間において考えるべきは聖書のマタイによる福音書ということになります。で、こうした事実を重ね合わせていくとですね、ティメオ・イーティ・フェルナンテスの解釈ですけども、やはり私は、贈り物を携えた E.T. に気をつけろとも解釈できますが、しかしもう一つの解釈としてはですね、贈り物を持ってくる E.T. に気をつけなさいと、そのようにも解釈できるというわけです。ともあれ、ティミオ E.T. フェルナンテスをですね、贈り物を携えた E.T. に気をつけろというふうにも解釈できるということです。この続きはさらに新しい証拠が出てきた段階で考えてみたいと思います。World Press Com website writes that the truth about crop circles. In real crop circle formations, the stems are not broken, but bent at almost a 90 degree angles about an inch off the ground at the plant's first node.The plants are subjected to a short and intense burst of heat or energy that softens the stems or stalks, allowing them to be folded over onto the ground at a 90 degree angle. クロップサークルについて、ワールドプレスコムサイトは次のような報告書を出しています。クロップサークルについて、植物の茎は
おられているのではなく、地上から約3センチの高さで最初の植物のコブ、つまり節のところでほとんど90度で直角に曲げられていた。植物の節は短時間の集中的な熱で柔らかくされた後、地上に対して90度の角度で曲げられていた。When the stems or stalks reharden into the new position, the plants and crop are not damaged or continue to grow. This is a method used to identify a real crop circle formation. そして茎や節はその後再度固くされていて、穀物は何らダメージを受けることなくそのまま成長することができた。このことは本物のクロップサークルであるかどうかを判断する方法として使われている。 For example, the canola oil plant has a structure like celery. If the stalk is bent more than about 45 degrees, the stalk will break. When crop circles are found in canola fields,The stalks are bent 90 degrees. Research and laboratory tests suggest that microwave or ultrasound may be the only method capable of producing this effect, but plant biologists are still baffled by this phenomenon. 例えば、カノラオイルの植物はセロリのような茎を持っている。カノラオイルの植物は45度に曲げたところで折れてしまうが、カノラオイル畑で見つかったクロップサークルの植物は90度に曲がっていた。研究によってそのように植物を同じように曲げられるのはマイクロウェーブあるいは超音波によるものであるということが分かったが、植物学者たちはこの現象に当惑し続けている。 What is also strange is that the EM levels or electromagnetic measurement on recently formed crop circles are off the roof. They can be up to 10 times that of normal EM levelsThere are also reports of equipment failing when examining crop circles. Mobile phones, watches, compasses, spins out of controls. 奇妙なことは、最近発見されたクロップサークルの電磁測定が屋根を超えている、つまり測定限界を超えているということ。一般の測定値よりも10倍もの高さの値が観測されている。またクロップサークルを調べているとき、スマホなどの機器が故障したという報告もある。コンパス、時計などコンパスの針がくるくると回転して制御できなかったという報告もある。広瀬林、浜松市ジャパン。 UK 在住のアレックス・サンドライズさんからですね、こんな報告が届いています。ウェルツシェアではですね、クロップサークルが数多く出現しているわけですけども、その中の一つをこうして紹介してくださっています。で、アレックスさんによればですね、そのクロップサークルでできた模様はですね、茎が幾重にも重ねられて作られているということだそうです。そしてこのようなブログを紹介してくださいました。クロップサークルが現れるに先立ってですね、その前の夜といいますか、このような開口現象が起きているというのです。で、これは何かということなんですけども、その朝起きてみるとクロップサークルができているというわけです。そしてそのクロップサークルはですね、今も言いましたように、幾重にもといいますか、複数のまあ、クロップサークルといいますから、倒れた茎がですね、重なり合って
まあ、模様を作っているということです。そしてその様子からです、まあ、その様子と言いますかね、作り方から見てですね、とても人間技とは思えないと、まあ、そういうことなんですね。Writes that the truth about crop circles. In real crop circle formations, the stems are not broken, but bent at almost a 90 degree angles about an inch of the ground at the plant's first node. The plants are subjected to a short and intenseburst of heat or energy that softens the stems or stalks, allowing them to be folded over onto the ground at a 90 degree angle. クロップサークルについてワールドプレスコムサイトは次のような報告書を出しています。クロップサークルについて、植物の茎は折られているのではなく、地上から約3センチの高さで最初の植物のコブ、つまり節のところでほとんど90度で直角に曲げられていた。植物の節は短時間の集中的な熱で柔らかくされた後、地上に対して90度の角度で曲げられていた。 When the stems or stalks rehardened into the new position, theplants and crop are not damaged or continue to grow. This is a method used to identify a real crop circle formation. そして茎や節はその後再度固くされていて、穀物は何らダメージを受けることなくそのまま成長することができた。このことは本物のクロップサークルであるかどうかを判断する方法として使われている。For example, the canola oil plant has a structure like celery. If the stalk is bent more than about 45 degrees, the stalk will break. When crop circles are found in canola fields, the stalks are bent 90 degrees.Research and laboratory tests suggest that microwave or ultrasound may be the only method capable of producing this effect, but plant biologists are still baffled by this phenomenon. 例えば、カノラオイルの植物はセロリのような茎を持っている。カノラオイルの植物は45度に曲げたところで折れてしまうが、カノラオイル畑で見つかったクロップサークルの植物は90度に曲がっていた。研究によってそのように植物を同じように曲げられるのはマイクロウェーブあるいは超音波によるものであるということが分かったが、植物学者たちはこの現象に当惑し続けている。What is also strange is that the EM levels or electromagnetic measurement on recently formed crop circles are off the roof. They can be up to 10 times that of normal EM levels.
There are also reports of equipment failing when examining crop circles. Mobile phones, watches, compasses, spins out of controls. 奇妙なことは、最近発見されたクロップサークルの電磁測定が屋根を越えている、つまり測定限界を超えているということ、一般の測定値よりも10倍もの高さの値が観測されている。またクロップサークルを調べているとき、スマホなどの機器が故障したという報告もある。コンパス、時計などコンパスの針がくるくると回転して制御できなかったという報告もある。広瀬林、浜松市、ジャパン。Did the straightforward thing. I just converted it into ASCII, which is the standard sort of computer language that you encode the alphabet in. And of course, I then started to get words forming out, and I thought, getting somewhere here. So I then did the whole thing for the whole lot, and got this message. The message is in English and reads as follows: Beware the bearers of false gifts and their broken promises.Much pain, but still time. There is good out there. We oppose deception. Conduit closing. Many have been surprised by this message. Are there aliens with such faces that we should be aware of? Or is this a picture of the sender? Does this indicate the start of actual close contact with neighbors in the universe?Bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, but still time. There is good out there. We oppose deception. Conduit closing.
なお、このクラブウッドに現れたクロップサークルについて気になる点がいくつかありますので指摘しておきます。旧約聖書、ジェネシス、創世記ですね。その中でやはりブロークンプロミシーズ、破られた約束という言葉が出てきます。と言いますか、聖書の中にはその言葉は出てきませんが、要するに人間は約束を破ったというわけです。そしてこのようにあります。創世記第2章、主なる神はその人間を連れて行き、そこで働き、その世話をするようにとエデンの庭に置いた。そして主なる神は人間にこう命令した。お前は庭のあらゆるものは食べてよいが、善と悪の知恵抜きだけは食べてはならない。それを食べればお前は死ぬだろう。が、人間は神との約束を破り、その知恵の木の実を食べてしまったというわけです。聖書の世界で Broken Promises という時はこの部分を指します。そしてマタイ伝です。アルマゲドンについて書かれた部分ですけども、このマタイ伝の中にクラブウッドのクロップサークルに書かれている文言と
同じ文言が出てきます。一番上の部分です。 Beware of false prophets という部分ですね。偽の預言者に気をつけろと。そしてクラブウッドのクロップサークルにはこうあります。 Beware the bearers of false gifts。 Beware、 気をつけろと、 false、 偽のという2つの同じ単語が出てくる点に注意してください。これは偶然の一致なのでしょうか、それとも意図的に書かれた単語なのでしょうか。創世記とアルマゲドについての旧約聖書の一部と一致しているだけに大変気になります。ともあれ、クロップサークルについてはいろいろな否定論が日本では並び立てられていますが、いつまでもその殻にこもっていたのでは神の声を聞くことはできないということです。人はパンと水だけで生きるものではありません。本物の飢餓は、つまりは神の教えを見失うことではないでしょうか。最後にもう一度、イタリアのトリノ空港の近くに現れたクロップサークルを皆さんにご覧いただきます。左が UK のクラブウッドに現れたクロップサークルです。これをですね、第一の警告とするならばですね、イタリアのトリノに2015年に現れたクロップサークルは、ひょっとしたらひょっとして第二の警告ということになるのかもしれません。そしてこれら2つのですね、警告をつなげてみるとですね、空恐ろしい、つまりは何と言ったらいいのか、事実が浮かんでくるということですね。でもう一度このトリノに現れたクロップサークルを読み直してみるとですね、ティメオ・イーティ・フェレンテスとなるわけです。このイーティっていうのはですね、翻訳機械にかけるとラテン語のエンドになってしまいますから、ET、私たちが ET という時の ET にはならないということですね。その辺を、皆さんもですね、ご検証なさるときには注意してください。でこの文章を読み直すとですね、つまりここに棒を入れて前部と後半部をここで分けるとですね、つまり別の意味になるということですね。でこれについては私も以前気がつけませんでした。でこれで読み直してみるとですね、恐れなさいと、 ET はそれをもたらしてやろうと、フェレンテスというのをですね、翻訳機械にかけるとそれをもたらしてくるという意味になります。ですから恐れなさい、 ET がそれをもたらしてやろう、進行形イコール近未来ということになるわけですよね。ですから恐れなさい、 ET はそれをもたらすことになるだろうというふうに訳せるわけですね。となると、そのクラブウッド、 UK のクラブウッドに書かれていたあの警告文と、このクロップサークに書かれている警告文をつなぎ合わせるとですね、つまりはつまりということになるわけですけども、これは偶然の一致というふうに私は判断してますけども、右のクロップサークルの形とですね、左の COVID-19 の電子顕微鏡の写真が酷似しているということです。これは偶然の一致と私はしていますが、しかし何かしら、なんてますかね、不安なものをこの事実の中に私は感じているのも、これまた事実ということになります。これはただ単なる偶然なんでしょうか。もちろん偶然であることを願っていますが、しかしということにもなるわけです。これがこの動画の結論ということになりますが、まさしく後の判断は皆さん自身にお任せしたいと思います。あまりにもという話、動画ということになります。では今日はこれで失礼します。Bye.